はい、皆さんこんにちは。今だからのんびりフィルムカメラのひとりほとです。はい、今、回っているカメラ、最近ね、私がすごく気に入っているカメラとして、よくご紹介している富士フィルムのファインピックス S5 Pro ですね。見つけたね、あのシグマの、1750 の F2.8 同士というレンズをつけて、もうすごく気に入っています。で、しかもバッテリーグリップね、ニコン D200 のバッテリーグリップをつけて、しかもあの単三電池でも使えるということで、もうね、正直このジャンルのカメラとしてはね、大満足です。で、もうこのカメラ、最近はね、このカメラと、まあこのカメラのご紹介がすごく多いんですけども、もう一台ね、気に入っているカメラがあって、よいしょっていうほど大きなカメラなんですけども、こちらは、ニコンの D700 ですね。D700 です。はい。50mm 1.8G のスペシャルエディションの単焦点レンズをね、これもリサイクルショップですごく安く購入ができて、本当にね、なんていうのかな、やっぱりいいボケをしますね。なので、先日も使ってみたんですけども、これ1台持ってスナップに出かけてもね、すごくいいなということで、すごく気に入っています。で、今のところが、ニコン F マウントのカメラのお話なんですね。で、もう1台、こちらも、今大切にしている、これはね、皆さんからもね、ご忠告いただきましたけども、ついついね、もし万一手放してしまうと、私の YouTube の動画撮影にはね、すごくね、支障が出るというカメラですね。それは何かというと、オールドレンズのご紹介とかね、オールドレンズをまあデジタルで使うときに、やっぱりどうしても1台は持っておいた方がいいですよって。ソニー純正のね、マウントアダプターをつけて、ミノルタ時代の、こちらは、下手さんにいただいた2485のあのレンズ今ついてますけれども、圧倒的にね、やっぱりミラーレスは軽いですね。軽いです。重さとしてはね、どうだろう、4分の3、もしくはね、もう少しね、軽いかもわかんないです。なので、やっぱりね、このミラーレスっていうのはね、軽くて便利だなぁと思います。なので、まあ、こういった形で、まあ、様々な、写真をね、使えるようになって、まあ、最近ね、デジタルで、古いレンズを、特にニコン時代の F マウントとかね、それからキャノンの EL マウント、これはキャノンの 40D で撮影ができますし、ミノルタのオートフォーカスのレンズも使えます。それからペンタックスで言うとペンタックス KR ですね、ペンタックス、まあ、フルサイズではないんですけれども撮影ができるようになりましたということで、今デジタルカメラとしてはね、私の今までのデジタルカメラの中では一番充実している時期ではないかなと思っています。で、まあ、今日の本題に入ります。実はね、私ね、いつも言いますけども、旅好き夫婦のひとチャンネルというチャンネルをやってるんですけども、GoPro で撮影してるんですね。ところがね、GoPro って、利点と、マイナス点があって、まあ、最新の GoPro だったらね、そんなことはないんですけども、やっぱり GoPro って、まあ、機材結構ね、高いんですね。なので、私はね、今、息子に借りている GoPro 使っていますけれども、先日の動画もそうだったんですけど、沖縄の、52番の、動画なんかはね、実は音声はね、後で編集時に録音してるんですね。っていうのは、どうしてもマイクのね、が
音が入っているかどうかっていう確認がね、すぐにできなかったりするんですよ。で、思ったよりね、声が小さかったりするので、まあ、そんなところどうするのかなとか、いろいろ考えています。で、まあ、そのためにね、実は、前にもね、一度、妻がね、一人で撮った動画、旅好き夫婦の一チャンネルであるんですけれども、マイクロフォーサーズのカメラを持っています。で、これもね、すごくおしゃれで、すごくいいんですね。で、これは本当におしゃれです。で、まあ、音声もね、比較的、まあ、うまく入っていて、で、古いカメラなんですけれども、動画撮影にはね、いいカメラだなと思っています。はい、それがね、この、はい、ミラーレスですね。本当におしゃれでしょ、これ。パナソニックルミックスの、GF2 です。もう、かなり古いカメラです。2010年かな、のカメラなんですけども、フリーハイビジョンまで使えて、そして、これね、ステレオ録音ができるのかな、ですけど、マイク端子はついていないというカメラで、これで今、フルハイビジョンで、撮影をしています。レンズもね、レンズの方はちょっと新しくて、1.2-3.2 の、コンパクトのね、最新のっていうかね、今も現行販売されているレンズを使って撮影をしているんですけれども、今日はね、はい、マイクロフォーサーズの話をします。実はね、マイクロフォーサーズのレンズ、今ついているこのレンズと、あと2本、4本持ってるんですね。で、はい。一番広角で使えるのが今ついているこの、1.2-3.2 の、G レンズなんですけれども、これはね、鎮灯式というか、一応こういうふうにね、レンズをね、出さないと撮影ができないレンズです。これはこれでね、コンパクトに収納ができていいなと思いますけれども、もう一つレンズとしては、よいしょ。はい。こちらのレンズですね。このレンズは、映りもいいし、評判もなかなかいいレンズですね。これも、1.4.2 のルミックスの、G バリオ。1.4.2 の 3.5 から 5.6 のメガ OIS のレンズですね。こちらの方が使い勝手はいいですね。こういうレンズを持ってます。広角的に言うと、この薄いレンズなんですけれども、こちらのレンズを今持っています。で、もう一つね、こちらはね、実はほとんど使わない私のジャンルなんですけども、昔はね、よく使いましたけど、望遠のレンズですね。G バリオ、45-150mm。まあ、35mm 換算で 300mm まで撮影ができるレンズで、メガ OIS のレンズを持っています。なので、もうレンズとしてはね、1、2、3本持っていて、しかも、それプラス、オリンパスの、ボディキャップレンズですね。1号の F8 と、9mm の F8 フィッシュアイ。この2本を持っています。なので、レンズとしてはね、もう十分かなと思います。まあ、欲を言えばね、1号の 1.7 でね、ライカのレンズなんか欲しいなとは、だから思ってしまいますけど、私が普段撮る写真、スナップ写真としてはね、もうこれだけのレンズがあれば十分かなと思っています。で、
なぜ今日はこの話をしようかなと思ったかっていうと、マイクロフォーサーズの場合ね、オリンパスもそうですし、それから、ルミックスもそうですし、シグマもそうなんですけども、レンズみんな共用ができるんですよね。で、しかも、それぞれ、カメラメーカーが、他社のマイクロフォーサーズのレンズに対応するように、ファームウェアのアップデートとかしてくれるので、レンズ資産がね、無駄にならないって言ったらおかしいんですけど、レンズさえしっかり持っていれば、ボディが変わってもね、使えるということで、この辺はね、マイクロフォーサーズ陣営というかね、いうところに、私は、ね、すごく魅力を感じるんですけども、実はね、つい最近、いろんな、様々な、情報で、コンパクトデジタルカメラ、コンデジですね。コンデジが、どんどんね、高級機種にシフトしていって、値上がりをしているっていう話があったじゃないですか。なので、実はね、私、最近、あるリサイクルショップにね、2台ね、パナソニック、ルミックスのコンパクトデジタルカメラが、両方ともね、片方はセンサーサイズが、マイクロフォーサーズのセンサーサイズのコンパクトデジタルカメラ。1台が、1型のコンパクトデジタルカメラが置いてあったんですね。で、あ、そっか、コンパクトなカメラだからね、コンパクトデジタルカメラ、今どんどん値上がりしてるっていうから、今のうちに買っておかないといけないのかなって思って、真剣にね、一生懸命調べたんですよ。まあ、それをね、買うといいのかななんていろいろ考えていて、で、ふと思いついたんですね。あれ？コンパクトデジタルカメラってやっぱりね、コンパクトなので、旅にはすごくいいじゃないですか。なので、コンパクトデジタルカメラはやっぱりコンパクトデジタルカメラなりの良さはあるんだけれど、その大きさを見たらね、今持っているこのカメラと、まあ、さして変わらないんですよね。なので、今ね、ちょっと考えているのは、もしね、コンパクトデジタルカメラを買うような機会があったら、買う機会があったら、マイクロフォーサーズのボディだけね、変えてもいいのかなって。コンパクトデジタルカメラはね、例えば24ミリから75ミリまでね、1台で、撮ることができるとかね、もっと4倍率で撮ったりすることもできるんですけど、基本的に私の写真って、広角端で撮る動画とかが多いので、そう思うと、このレンズプラス、コンパクトデジタルカメラを買うんじゃなくて、マイクロフォーサーズの、例えば、どうしてもね、新しい機種っていうのが必要になったら、ああ、そっか、マイクロフォーサーズのボディだけ変えればいいんだ、ということを、今日ね、ふつふつとね、考えていました。っていうのはね、実はね、今日一日何をやってたかというと、マイクロフォーサーズのレンズどれくらい持っているのかなということで、棚卸しをしたんですね。で、今あるロミックスの、これは1232ですね。これが1442で、こちらが45-150、それから、15ミリのボディキャップレンズ、それから9ミリ、だから、9ミリ、18ミリですね。フィッシュアイ。それからもう1台。はい、それは、サムヤンの、
75F3.5 の、まあ、完全にフィッシュアイですね。もうほとんどもうこうなるとパンフォーカスで撮るようなレンズなんですけど、このレンズを持っているので、まあ、よくよく考えたらね、コンパクトデジタルカメラを、ボディを、まあ、値上がりしているんですよ、確かに。まあ、高級なコンパクトデジタルカメラしか発売しなくなってきていて、どうだろう。まあ、定価がみんなね、発売当時8万、9万のコンパクトデジタルカメラが、まあ、主流になってきているので、まあ、それを、購入しようかなっていろいろ考えたんですけど、よく考えたらね、マイクロフォーサーズの、まあ、レンズ資産これだけ持っているんだったら、むしろね、マイクロフォーサーズの、まあ、中古のボディを買い替えていった方が、まあ、私の、撮影スタイル、特に今、このクラスで撮るのは、まあ、家内が、妻がね、使う、スナップ写真とかね、動画撮影なので、まあ、Vlog にも対応したようなマイクロフォーサーズのカメラを変えて、ボディだけね、変えていった方がいいのかなってちょっと思っています。まあ、皆さんだったらどうしますかね。ちょっとしょうもない今日は動画になっちゃいましたけど、今日の私がね、ふつふつとね、一日中考えていた、お話をね、させていただいている、ただそれだけの、動画なんですけど、まあ、今日一日ね、このルミックスのね、GF2 はね、先日妻がね、これで Vlog、旅好き夫婦の一チャンネルで、信濃鉄道に乗ったんですね。その時の Vlog をね、妻がね、本当にこのカメラだけで撮影をしたんですけれども、まあ、フルファイビジョンですし、これで、まあ、十分、撮影は、できているんです。で、なので、まあ、あえてコンパクトデジタルカメラを焦って買う必要はないのかなって思ったという動画なんですけど、皆さんはどう思いますかね。やっぱりコンパクトデジタルカメラはもう少しね、確かにコンパクトで、特にパナソニックのルミックスの、なんだっけ、Z95 でしたっけ。すごくコンパクトですよね。だからそれはそれなりに魅力はあるんですけども、いずれにしてもね、マイクロフォーサーズでも十分ちっちゃいので、まあ、それで、それでもいいのかな。もしどうしてもね、カメラ、変えたくなってしまったら、マイクロフォーサーズのレンズがあるので、ボディだけ変えていけばいいのかなっていうふうに思いましたという動画を今日は配信させていただきました。やっぱりマイクロフォーサーズはマイクロフォーサーズのやっぱり魅力ってありますよね。特にまあ、この今このカメラがなぜ気に入ってるかというと、私の妻がやっぱり赤の色って結構好きなんですね。で、このストラップもね、なかなかでしょ。これ本革のね、これ中古で、これ、カメラメーカーじゃなくて、革の専門メーカーが作った、ストラップなんですけど、本当にね、ぴったりなストラップついてますので、いつも言いますけど、カメラはファッションアイテムだって言いますけど、まあそういったところでもね、ちょっと今日はね、衝動的にコンパクトデジタルカメラを一生懸命検索して、で、購入したくなったんだけど、よく考えたらね、まあこれで十分じゃないのって、結局、だいたい12時間くらいかかって、今、ようやく結論に達したので、動画を作成させていただきました。
皆さんからのご意見、コメント、お待ちしています。はい、最後までご覧いただきましてあんまりね内容のあるお話じゃなかったんですけども、コメントいただけると嬉しいなと思います。はい、結局ね今日のねメインのカメラはこのカメラだったんですよ。最初ね大きなカメラ2台3台ご紹介したんですけど、これは撮影にはねすごくいいですよね。僕のその趣向にはすごく合ってます。まあフィルムカメラとかオールドレンズとかねカメラ系の YouTube やるにはやっぱりこの3台、あと、キヤノンの EOS40D とかね、あとはフィルムカメラも皆さんご存知の時たくさん持っているので、いいんですけども、最近力入れている、旅チャンネルにのお話が今日は本当はメインでした。はい、最後までなんか取り留めない話を、お付き合いいただきましてありがとうございました。皆さんはコンパクトなカメラどういう風に使っているのか、もし教えていただければ嬉しいなと思います。はい、今だからのんびりフィルムカメラのひとりほっとでした。最後までご覧いただきましてありがとうございました。さよなら。